こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりでーす。イエーイ。1個目してくださった方、ナナのおじさんさん、ありがとうございます。うん、いい、ありがとうございます。お久しぶりです。今日はですね、皆さん、モデルがあるんですよね。で、そのモデルが遅くまであるから、だから今日は6時ぐらい、あ、6時ぐらいじゃない、6時までしか配信ができないんですけど、見ていってください。なんかそのモデルがSTU のそのレッスンとか練習とかそういうので忙しくて、年明けてから一回も行けれてなかったので、さすがに行かないとと思って今日は行けます。モデル、イエーイ。皆さん元気でしたか？今日からまた約1ヶ月間ショールームが始まりますよ、皆さん。1ギフトしてくださった方、なりちゃんさん、ありがとうございます。イエイ、Thank you。 Thank you。そして自己紹介しますね。 ST48 と亜種の限定オーディションニューウェブプロジェクトに今参加中です。そして、あ、間違えた、うん、参加中です。エントリーナンバー16番の中学1年生13歳の岡村リオです。よろしくお願いします。そしてハッシュタグおかりおし、リンゴもつけて投稿、ツイッターにいろいろ投稿してくださると嬉しいです。これの名前の由来はリオが考えたんですけど、おかりおって呼ばれてるんですよね。岡村リオを略しておかりおって呼ばれてて、おかりおとおしを掛け合わせておかりおしにしてます。なんかショールームの感想とかショールームのリクエストとか、なんかいろんなこと書いていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。でですね、皆さん、この間のショールーム審査で最後に1位になったじゃないですか。もうあれが嬉しすぎて、
なんか記録にも残ってるし、ね、めちゃくちゃ嬉しかったです。それに皆さんに本当に感謝してます。ありがとうございます。今は4位なんですけど、終わる頃には3位ぐらいになってるのかな。お願いします。そしてですね、今回のショールーム審査が2月27日の日曜日までなんですけど、なんかそのこの今回のショールーム審査が合否には直接は関係しないって言われてるんですけど、例えばそのショールーム審査1位だったからその STU に入れる、ショールーム審査最下位だったから入れないとか、そういうのではないんですけど、全く審査にこのショールームが関係しないわけではないので、ぜひぜひ来てください。来てね、なんか星投げとか、まあちょいっとしてくださったら嬉しいです。そしてこのルーム、このルームのフォローもまだしてない方がいたらお願いします。多分こっちかな、こっちにハートボタンがあるんですけど、そこがまだピンクになってないよって方はそこをポチッとしていただけたら嬉しいです。そして推薦コメントがあるんですけど、それもね書いていただけたら嬉しいな。お願いします。もう800人の方が見てくださっててありがとうございます。でね、さっきさ前髪切ったんです。前髪をお母さんに切ってもらったんですけど、めっちゃ伸びてたので切ってもらいました、ささっと。あ、それで今日は30分しかできなくて、で今はSTU のなんかライブサーキットツアーがあって、それのレッスンとか練習もたくさん入ってるし、なんかそのこの間の時に初日公演だったんですけど、その時にいろいろと反省点とかもいっぱいあったので、そこも改善してその次の公演までにもっと成長した姿を見せないといけないので、その練習とかもいっぱいあるし、それプラスアクターズの発表会が3月にあるんですけど、それに向けてのレッスンとか練習とかも今たくさん入ってきてて、すごく忙しくさせてもらってるんですけど、その練習とかも優先してやらせていただきたいので、配信は5時から8時までの間でできる時間を見つけて毎日は配信するので、ぜひね、時間が空いてて見に来ていただける方は覗いてほしいです。お願いします。そしてですね、15歳未満は8時までしか配信ができなくて、5時から8時までしかできないんですよね、平日は。で、土日は9時から8時までできます。なので、そうなんです。先ほどいや学校から家に帰ってきて、すぐっていうか、すぐ配信をするのにちょっとしか化粧もしてないし、髪の毛もそのままなので、はい、ごめんなさい。久しぶりです。中島さん、モデル頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。
そうです、モデルっていうのはモデルのレッスンです。モデルのレッスン、発表会に向けての発表会でなんかモデルのなんかやつがあるんですよ。モデルで歩くやつがあって、それに出るのでそれのレッスンです。ルートさん、ショールームロスでした、ありがとう。久しぶりだ、本当に皆さんお久しぶりです。リオのことは忘れてないですか。リオちゃんさん、先週の初日公演見に行ってお見送りで一番リオちゃんに近づいた。あー、来てくれてありがとうね、イエイ。奈良のおじさんさん、痩せたよね。痩せた、え、痩せましたか。やった、痩せたかな。ありがとうございます。石ころ人間さん、今日のリオちゃん大人っぽい。そうです、今日はこの服のままモデルに行くので、今日は大人っぽリオです。グレイさん、遊びに来たよ、ありがとうございます。いらっしゃい。おーちゃんさん、かわいい、ありがとう。ネコリンさん、オカリオ警察、オカリオ警察ね、また今度やるので楽しみにしててください。ミニチョッパーさん、これが最終審査。そうです、これが、このショールームが最終審査ですね。このショールームとあのライブサーキットツアーで、それが多分最終審査です。あまり詳しく知らされてないですよね。初見のムーンさん、こんにちは、こんにちは、来てくださってありがとうございます、はじめまして。久しぶりです皆さん。ネコリンさん、 STU はショールーム大事ですよね。なんかあの STU さんの T48 さんのメンバーさんも、あのなんか毎日のように配信している方もいたり。大事ですよね、結構なんかファンの方々とのなんかやり取りだったりとか、うん、なんか楽しんでる様子とか、そういうのを多分見られると思う。ゆきなちゃん、ゆきなちゃん、どうもありがとう、来てくれて。皆さん、八嶋由紀乃ちゃんといって、あの一緒のアクターズで一緒のクラス、 B クラスなんですけど、 B クラスで一緒の仲良く させてくれてる由紀乃ちゃんが来てくれました。クジラちゃんさん、フォローはずっとしてます、ありがとう、ありがとうございます。初見のケイスケさん、ピンクにしたぜ、ありがとう。皆さん、ハートピンクになってなかったらよろしくお願いします。人生さん、おかりおちゃんかわいい、ありがとう。嬉しいです。おーちゃんさん、前髪パッツンかわいい、ありがとうございます。なんかね、昔ですね、昔なんですけど、なんか足目にしてた時があったんですよ、多分小学3年生ぐらいの時かな。その時なんかめっちゃこんな感じでした。うん、似合ってますかパッツン。ノーブル P4 さん、前回からずーっとフォロワー数がダントツで一番多いよね。そうなんですよ、嬉しいことに。
ありがとうございます。くまめぐりーさん、洋服の裾、え、そ、そ、袖、え、え、襟、襟か、襟か襟がかわいい。おお、ありがとう。なんか最近流行ってるよね、襟が大きい服。あとここもなんかね、ぼわってなっててね、かわいいんですよ。かわいい。ハルキングさん、フォローしました、ありがとうございます。嬉しい、イエイ。パシューさん、ペンライトありがとうございます。しゅんちゃんさん、タコありがとうございます。スイピさん、ソフトクリームありがとうございます。ふくちゃんさん、服ありがとうございます。キャロットさん、服ありがとうございます。ぶんごさん、ハートありがとうございます。とぶかぜさん、服ありがとうございます。さっさしさん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。ふくちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ウォータウェイさん、バラありがとうございます。ハイズさん、だるまありがとうございます。ヨシーさん、かわいい、ありがとうございます。トッペさん、星ありがとうございます。満月ライダーさん、ハートありがとうございます。バンダナくんさん、ハートありがとうございます。のりこさん、服ありがとうございます。ヨースケさん、服ありがとうございます。たちつてつや、ハッシュタグおかりよしさん、服ありがとうございます。ハッシュタグおかりよしつけてくださってありがとうございます。しゅんちゃんさん、バラありがとうございます。エシポンさん、服ありがとうございます。なりちゃんさん、服ありがとうございます。トッペさん、服ありがとうございます。ひろのりさん、ハートありがとうございます。ヨッシーよ、ヨッシーさん、服ありがとうございます。ルートさん、服ありがとうございます。マシューさん、欲しいありがとうございます。ルートさん、ペンライトありがとうございます。よしこっこくんさん、服ありがとうございます。なんか皆さん、服が流行ってるの？服流行ってるのかな？お、3位になりました。あれ？いつの間に3位なんだろう？あれ？あれ？3位でした。ありがとうございます。大田芽衣さん、おかりおちゃん会いたかったよ、ありがとうございます。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。会いたかった、会いたかった。石ころ人間さん、今日サイン入りスティッカー届いたよ。本当ですか？ありがとうございます。なんかね、サイン入りステッカーなんかたくさん書かせていただいたんですよね。多分合計25枚くらい、多分。めちゃくちゃ嬉しかったです。なんか封筒の中にたくさん入ってたんですけど、なんかお家で気持ち込めてしっかり書きました。喜んでくださると嬉しいです。今日あれ、もう50分だ。あと10分で配信終わります。終わっちゃう。じゃあもう一度自己紹介します。 ST48 と ASH の限定オーディションニューウェブプロジェクトに今参加中です。エントリーナンバー16番の中学1年生13歳の岡村リオです。皆さんよろしくお願いします。そして Twitter にハッシュタグおかりよしりんごってつけて Twitter に投稿してくださると探しに行っていいねをさせていただくので、ぜひぜひよろしくお願いします。
もう一度言うんですけど、これオカリオシって考えたのリオなんですけど、あのリオの名前が岡村リオで、岡村リオを略してオカリオなんですよね。まずそしてオカリオとお塩を掛け合わせてオカリオシになりました。ぜひ覚えてくださいお願いします。ありがとう、よろしくお願いします。初見のケイスケさん、わしょい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 。豆ももさん、正月何してましたか？知らんけど、正月、お正月はですね、あの島根県にあるひいおばあちゃんのお家で、なんか親戚とかと一緒に過ごして年を越しました。そして1月3日ぐらいに、あの愛媛のひいおばあちゃん家にも行って行きました。楽しかったです。大北さん、ゴリオパワーもやったらインパクトあるよ。でもね、ゴリオパワーは大事な時にしかしないのでまあショールームのも大事なんですけどたまにしたいと思います、ゴリオパワー。じゃあ今日やっときますか、ゴリオパワー。ゴリオパワーやろうかな、今日やろうかな。やってほしいですか皆さんどうかな。おお、2位になりました、イエーイ。皆さんありがとうございます。よし、じゃあゴリオパワーしますよ。いきます、ゴリオパワー。みんなのおかりよし、リオしか勝たん。皆さんありがとうございます。あと7本。なんでしょう、このポー、この顔は。なんでしょう。え、さっきどうやってたっけ。あと今54分。じゃあ少しだけスクショタイムいきます。あ、これいいかも。なんだこれ。ゴリオパワー。
あと5分です。カメラにパンチポーズ。パンチ。逮捕します。なんかこれシャンデリアみたいですよね。シャラララン、シャラララン。いいね。ありがとうございます。じゃあもう少しでバイバイしてモデルに向かおうと思います。ありがとうございました。あ、そう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 、そうだ、そう、ちょっと待ってね。あれ読むね。ギフト読むね。どこまで読んだっけな。あ、こっからか。鈴鹿さんハートありがとうございます。ゼロさん福ありがとうございます。まさまささん、星ありがとうございます。スイペさん、みかんかなこれ、こたつの上にみかん。ありがとうございます。チューチューさん福ありがとうございます。ヌーポさんハートありがとうございます。リノさんハートありがとうございます。トッペさん福のなんか俵かな、俵ありがとうございます。福ちゃんさんありがとう、ありがとうございます。ヨシーさんバラありがとうございます。ヨシコックくんさんかわいいありがとうございます。ミシェルボーイさんかわいいありがとうございます。福ちゃんさんいいねありがとうございます。ルートさん欲しいありがとうございます。壇上は少しちょっと時間がないので今日スクショしといて明日発表したいと思います。じゃあ今からスクショするので音を鳴ります。あれ、よし、スクショ撮れました。ありがとうございました。それではモデルに向かいたいと思います。2位になれて嬉しかったです。2位、ありがとうございます。それではもう59分なのでバイバイします。ありがとうございました。明日も配信するので来てください。ありがとうございました。それではバイバイ、また明日。皆さん来てくださってありがとうございました。1948人の方、嬉しいです。明日も来てください。バイバーイ、じゃあねー。モデル頑張ってきます。バイバーイ。